なるほどそれ以外、まあ、ウクライナ問題は政治的な問題ですけどもそれ以外ファンクラブに寄せられる質問でやっぱり多いっていうのは何ですかね市場関係ですかねこれね、やっぱりね、まあ、最近のや、まあまあ、今後の、まあ、株式のリスクですね、それがやっぱり、うんうん、一番多いですよね最近の動きは読みにくいですよね。そそうですよね、うんうん、まあそのリスク ってなるとまあ何がリスクかってことですよね結局はそうですね、うん、やっぱり一番大きいのはねこれ図表の四に入れましたけどね、はい、あの一番でかいのはやはり消費者物価物価の上昇なんですよ、うん、でどういうことかっていうとこれこの戦後 大きな下落ってていうのがえ2回ありましてそれはもう21世紀になってからあったんですけれどまあ IT バブル崩壊これ5割下がりましたそれからリーマンショックこれ6割下がりましたけどこの時のねえ消費者物価見てみるとこれ消費者物価がえー IT バブルの時は4%になってから株価が半分になっちゃったんですよ。リーマンショックの時は 消費者物価が約5%超えてから株価が半分が、うん、半分っていうか6割下がったわけですわね。で上がってるんですよね,、はい、でね私ねあの数日前にあの電気代の,その請求が来てねうち、ん、で,で見たらさ去年より同じ月より1,000円近く上がってんだよな。本当、うん、にはい そうするとそうどうしようとかって思うでしょで別に僕だけじゃないでしょ、うん、皆さんもそうですよ、うん、きっと、はい、そうすると8%だっいうことはアメリカの人がもし30万円のお金で毎月暮らしてるとしたら2万4千円上がってるってことでしょ 2>,、うん、で2万4千円上がったらどうランチ毎日1000円のランチ食べてたらそれ抜かなきゃいけなくなっちゃうんですか大、うん、変な話なんですよこれ、うん、だそうしたらやっぱり消費に影響が出る影響が出れば当然それは 企業収益のマイナスという形になってそれは株価には当然影響しますよだから僕はこの8%も上がってしまったらば過去最大級の下落が来るんじゃないかとこういうふうに言ってるわけですよ<ー>だからまあ7割 今五か五六と来て七割下がるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるってことですね。ま七 <えっ S 2> 割です,す過去最大級 <laughs> もうものすごいですよ七割ですから。パーセント株価も下がるってことですよね。七割下がるっていうですよ。えー そういうふういふに僕は言ってるんですね<ー>だって過去5割6割下がったら今回は1割2割ですよってわけにはいかないですよ,ですよ、ね、だってしかも今8%まであの消費者物価上がっちゃったんですからね<ー>これ事実なんですからね<ー>それはま大変な話ですよ怖いまあでもここまでよく上げてきたなっていうのは確かにありますけどねうん。 それで、ね、じゃあどうしてじゃあその,、うん、その何まあ7割だってまあ何だおじゃあ7割っていうのは5 6七7てただその数字の語呂合わせじゃねえかよってこう思う人いるからね <laughs> もうちょっとこう根拠らしいもんを言わなきゃいけないんでね <laughs> そうすると5ページにあの図表5っていうのがあってね、はい、でこれを見るとね、まあ、時価総額を GDP で割った数字ですよこれは、うんうん、でこれを見ると、IT、バブルの時は。 140はい、つまり経済が100ならば株価が140になったっていうことですよね、はい、でここまで上がったと、はい、でそうしたら大きな下げが来ました、はい、でリーマンショックの時は100まで上がったと、はい、それから大きな下げが来ました、はい、で今はどうだっつうとここまで上がったらば相場のルールっつうのは高くうんと上がったらうんと下がるっていう。はい そういういルルールがありますからこれはもう大変なここととだと、うん、こういうことが現れてんですよ。うん、で次のページ見ると今度はじゃあ株だけじゃないですよと、はい、で住宅価格だってね、うんはい、それは当然同じようにそのなってるんでじゃあ住宅価格はどうなんだと言ってみるとこれはまああのー 住宅価格が年から、まあ、結構古い古いから資料ですけれどもこれ見てわかるんですけど大恐慌の頃1929年に始まった大恐慌の頃にはうん、うん、あんんまり下げてないんですようん、うん、だからそれ以上にこのリーマンショックの後で住宅価格が下が下っている。うんうん、でそれ下がってからもう数年も経たないうちにまた最高値を住宅価格更新してんですよ。はいはい で普通相場のルールっつうのは大体、うん、それがその天井1回つけたら相場1回休みなんですよ、うん、ってのしこるからねいろんな意味で。うんうん、1> で1回休みで長年それはもう上がらないんだけど、うん、ところがそうじゃないこれ急に上げてるでしょ、はい、でこうなっちゃうと当然これもうその住宅買える人いないからねまあここから大きな下落が来るっていうのは。 まあ、もう仕方ないっては仕方ないよね。ね<ー>これね。